ピカリング原子力発電所はカナダの原子力発電所でオンタリオ州ピカリングのオンタリオ湖畔にある。発電所名は所在地であるピカリングに由来する。オンタリオ州の電力需要の15-20%のをまかない3000人の職員が働いている。ピカリング原子力発電所には OPG7 記念タービンと命名された出力1.8上の風力タービンが設置されている。 設置されている原子炉は以下の通りとなっている。ピカリング A ピカリング B1966 年から1986年にかけて国有企業のオンタリオハイドロにより建設された。1999年4月にオンタリオハイドロは5社に分割され、オンタリオパワージェネレーションがピカリング原発を含む全ての発電所を引き受けて運営することとなった。 ピカリング原発は8機の CAND ユーロを備える、世界でも最大級の発電所であり、創出力は4336メガワット、4124メガワットに達する。ピカリング原発は、カナダにおいて、ブルース原子力発電所に次ぐ規模の発電所である。23万ボルト及び50万ボルトの送電線を、通じて、北米の電力系統に接続されている。 発電所は2011年までピカリング A とピカリング B の2つに分かれていた。これはこの2軍の間に設計上の差異があったためである。しかし一部のシステムや構造、特に真空建屋や減圧封じ込めシステムは共通になっている。このためピカリング A と B はコストダウンのため一体として運用されており、現在は2号機、3号機が停止状態に置かれている。 1997年12月31日に、ピカリング A の4機の原子炉が停止されたが、オンタリオハイドロはこれらを待機状態に置くことにし、緊急停止装置のアップグレード作業も中止した。カナダ原子力安全委員会は、発電所の緊急停止装置のアップデートを遅らせるというオンタリオハイドロの決定に対して、再稼働の際には、当局の承認が必要であると通告した。 オンタリオハイドロは再稼働を決定したものの大きく遅延して大幅なコスト超過に見舞われた。オンタリオ州首相マイク・ハリスは元連邦エネルギー省のジェイク・エップに対してピカリング原発の再稼働に関する問題についての調査、提言を求めた。エップは遅延の責任は劣悪な経営層にあるとし巨額のコスト超過が発生すると指摘した。エップは 原子炉の再稼働に30から40億カナダドルが必要であると推定した上でプロジェクトの継続を指示した。2003年の選挙でダルトン・マクガインティ政権が発足したがピカリング A を直ちに再稼働しようとすることはなかった。2003年12月16日になって州政府はオンタリオパワー・ジェネレーション調査委員会にオンタリオパワー・ジェネレーションの組織構造と ピカリング A の再稼働について調査するよう指示した。委員会には委員長として元連邦財務省のジョン・マンレイ、スコシア・バンクの元東取ピーター・ゴドソージェイク・エップが参加していた。調査委員会は2004年3月18日に報告書を提出し、劣悪な管理体制がコスト超過を招いたと批判した。報告書ではピカリング A の再稼働については、 1>, 1号機から3号機まで順に起動することを提言した。また、2号機、3号機の再稼働は、OPG が1号機の再稼働に成功するかどうかによると指摘した。反核団体シェラクラブカナダは、調査委員会にエネルギー及び環境問題の専門家が含まれていなかったと指摘し、核技術に関する問題に責任を負えるようなものではないと批判した。 1>, 1号機の改修プロジェクトを受けて、経営層の人員やプロジェクト管理戦略に数々の変更が加えられた。ピカリング A1 号機は4号機と大きく異なっており、はるかに厳しい工程と予算の中での作業を強いられた。結局、1号機は2005年11月に運用に復帰し、オンタリオ州の電力網に542メガワットの供給能力が加わることになった。 2005年8月にはオピジーの取締役会が2号機、3号機の回収には素材の劣化により技術的、コスト的リスクが伴うことから回収を行わないと発表した。使用済み核燃料及び回収に伴って生じた廃棄物は発電所に併設されたピカリング廃棄物管理施設に保管されている。運用により生じた低レベル、中レベル廃棄物については ブルース原子力発電所に併設された西部廃棄物管理施設に移送されている。オピジーは低レベル、中レベル廃棄物の長期保管を行うための地層処分場を西部廃棄物管理施設の近隣に建設することを提案している。現在、カナダ各廃棄物管理機構が カナダ国内の原子力発電所から発生する使用済み核燃料の保管用地の候補地調査を行っている。オンタリオパワー・ジェネレーションは、ダラム地域にある原子力発電所に関する投資戦略を発表した。この戦略には、ピカリング B の原子炉のいくつかを廃止措置が始まる2020年まで運転するため3億カナダドルを投資することが含まれており、 回収は行わないものとされた。廃止措置の第一段階として、原子炉は待機状態から安全保管状態に置かれることになる。ピカリングの運転員は、ピカリングが安全保管状態に移行した後は、ダーリントンの回収、運転やダーリントンでの新設、回収プロジェクトにつく機会があるとされている。オピジーは、 トロント東方にあるダーリントン原子力発電所の中期改修計画を進めており2016年から建設に入ると想定されているダーリントンの運転実績が良好であることを受けて投資を進めるというビジネス上の意思決定がなされた続いて環境アセスメントや総合安全審査改修プロジェクトの範囲コスト工期を定めた 総合改良計画の策定が行われることになる。2016年1月11日に、オンタリオ州エネルギー員上は、ダーリントン原子力発電所の大規模改修工事を2026年まで10年間かけて行い、運転期間を30年を延長すると発表した。改修期間中のベースロード電源を確保するため、 ピカリング原子力発電所の運転期間は2024年まで延長されることになり、1.4号機は2020年まで、5から8号機は2024年まで稼働させる計画である。この計画に沿って、2018年8月8日には2028年8月31日までの運転許可が付与された。1983年8月1日に、 ヒカリングウェイに号機の圧力配管 G16 に2メートルもの亀裂が入るという重大インシデントが発生した。原子炉は安全に停止され、被害調査が行われた。原因はベンザガススペーサスプリングの誤配置であり、これによってカランドリアチューブ内に圧力配管が落ち込んで冷却器領域の水素負荷を招き、水素税化による部材割れを生じたものとされた。また、 一部の燃料が破損したが、運転員の操作により安全に停止され、放射能漏れも発生しなかった。燃料チャネルの大規模な交換が行われ、再発防止のためピカリング A のすべての圧力配管が交換されることになった。それ以降、ベンザガススペーサリングの位置確認が、原子炉の日常点検項目に追加されている。1994年12月10日には冷却剤、 喪失事故が発生している。カナダ上院のエネルギー、環境、天然資源常設委員会は2001年6月にカナダの歴史において最も重大な事故であると指摘している。この事故では炉心余裕を防ぐため緊急炉心冷却装置が作動した。1994年にはピカリング B7 号機が連続稼働894日間の世界記録を 樹立している。2011年3月14日には、ポンプのシール不良により73立方メートルの純水がオンタリオ湖に漏出したが、カナダ原子力安全委員会は公衆へのリスクは無視できる程度であるとしている。ピカリング原発は通常では、他の新しい CAND ユーロ原発、ブルース原発及びダーリントン原発より低い設備利用率に抑えられている。 ヒカリング原発では45から70%に過ぎないが新しい原発では93から95%にも達している。ただし、旧型炉が新型炉より設備利用率で劣るのは珍しいことではない。ありがとうございます。